こんにちは。雪降る村の漆黒の村人ひのままでございます。釣り大会のね、まあ、後半的なね動画にしようかなと思ってるんですけど、まあ、前回が前半で、マール、ガリガリ、ブーケ、エクセル、このメンツとね釣り大会が始まったぞっていうね感じだったと思うんですけど、ごめんちょっとあの小細工をしててですね裏で作業してたらメンツが変わってしまいました変わってしまったので、とりあえず対象格のマールが来るまでシャッフルして、ただ他のメンツはね入れ替わっちゃったんだよね。マールあそこにいるんだけど、桜島ですね。マール、桜島、ももち、さらちゃんまあこれもこれでもねだいぶ強キャラ感はありますけどね、なんかいやらしさは薄れたよね死の組感はちょっと薄れてしまったかなと思うんですけど、まあこのメンツとの釣り大会で良いでしょう。入れ替わったから話も聞いていくか。場所も変わったかな。XL 右側だったよね。ここは絶対釣れるぞ稲葉ば。だってここはオイラの特区の場所なんだ。おもちに圧勝するのは忍びないけど、圧勝するわさせていただくわ。ここは絶対釣れると思うんだ。なぜかって勘さ、まあ、桃地主導で選んだんですかね。タラちゃんが選んだんじゃないのか。多分この辺が釣れると思うんだよな。なぜかってただなんとなくさ、ほぼ同じようなセリフだな。タラちゃんや、どうですか、うん、隠れちゃったな。ああ、ちっとも釣りに集中できない。この辺がいい。たく、この私が団体行動好きなわけないでしょ。付き合いよ、付き合い。ももちちゃんには黙っててよ。ももちが誘ったんかな。とか言いつつね、サラちゃんも狙ってきそうだからね。オタクもよく知ってると思うけどさ、ももちちゃんって強引なのよね。あと、桜島な。どうすか、あそこの二人騒がしいってんだよ。苦言を呈している。魚が逃げちまうぜ。桜島にも負けたことあった気がすんだよな。うん、こんな中途半端な場所じゃダメかもしんねえな。あいつら全く分かってねえよな。あれじゃ魚なんて釣れっこねえぜ。基本苦言を呈すると。マールは変わんないもんね、セリフね。あ、首が首、これ前も誰かなってたな。ももちだっけ。今日頑張って早起きしたのでいい場所を確保できました。負けんぞ。とりあえず俺の部屋に鎮座していたね大きいバス全部持ってきたんで、今どれぐらいだろうな、記録は。現在の記録あ、全然じゃん。マールさんが出した48センチ、俺が出した、普通のバスで出した記録と同じ。みんなまだ本気出してないな。こっからやる気かな。溜めてるよね、絶対ね。そう、メンツ入れ替えちゃったから、記録も一回リセットにやってんだね。俺も48が出してた気がするけど。じゃあちょっと渡していこう。大きいバス渡せばもう1位でしょ、確実に。60ちょっとだっけ、相場としては優勝の。70ぐらい出したよな。70、80出したよな。51ギリギリだな。まあまあまあいいですよ、記録更新いっぱいもらえるからね。おめでとうございます。52 刻むな、珍しく刻んでんな。いいねいいね。59。50代はちょっと怖いからな。60出しときたいけどね。意外に出ない。うまずいラスト1になっちゃった。59が抜けん。こんなに難しいんだっけ。難しいっていうか、まあランダムなんだけどさ。
あれ60簡単に出たイメージあったな。59のままフィニッシュする可能性がある、うん、最後最後、あ、間違えちゃった、やばい、焦っていい、ラス1。あー59か、いけるかな、大丈夫かな、ちょっと不安になってくるな。まだ破られてないけど、あと何分だ、あと6分、妨害だ妨害あと6分で大きいバス釣れるかどうか分かんないもんね。長老がいる、長老じゃないや、村長がいる。そういえば徘徊してたな、噴水広場じゃないけどなんかいいんだよね、もらえんだっけ。わしは釣りはせんがこの日のためにメガネを変えてきた、昨日に渡すものがあったちょっと妨害用のアイテムが待って待って、ちょっともらっとく、待って時間がない金の釣りトロフィーってここでもらえんだっけ、待って待って、後でとりあえず化石ボンバー化石ボンバー、イカボンバー、アジボンバー、カレイボンバー、ハリセンボンバー、ハリセンボンバー、ハリセンボンバーこれであとやばい、やばい、おわ終わった釣ってるやつの前でバッてバッてやっては拾ってっていうのを繰り返す繰り返すのと、あと、まあ、マールの近辺に落とし穴を持って自分で落ちて騒ぐっていう妨害を考えていたんですが、まあ、すごい考えてたのに、あートメちゃんがいる、ちょっと待ってよ、もうあれだよね魚政すらいないんだよね、これどうなんだっけ、手紙で来るんだっけ、掲示板か、掲示板に結果が出て、あと手紙だよね、勝ってると手紙が来るんだっけ、見に行ってみるか、いけてると思うけどな、会話見る、あれニコマンもいんじゃん、なんかすごい集まってきてるねカッターナイフの話カッターナイフの話はマールの1000倍特許なんだよな、かじるねやっぱもう何でもかじんないの、ちゃんと目とニコマン、あー演芸場にはエレベーターってあるのかしら、エレベーターガールに憧れてる話か、なんか美味しそうだね。クッキーみたいなもの。何が何がエレベーターのもの、エレベーターガールか。全然違います。ああ、落ち込んじゃった。ニコボンとボンとか行く？すごい上機嫌だね。ニコボン。ああ、イエーイか。芸人のモノマネのやつですね。もう、光雄さんがよくやってたな。全員落ち込んじゃったなかなか見る機会ないな、うん、まあだいたい会話もう見れてるからね、ドキドキすんね俺が優勝してたら5に59センチで稲葉場さん優勝って書いてあるんだよね、
見ます。嘘嘘マジで強っ66センチすげえな待ってな、1週間前はだって59センチで優勝してんじゃん、ニコマンが。いやー、ちょっと言葉も言葉もないよ。すごいなすごいなーとしか言いようがないよね。じゃあ、金の釣りトロフィーをパールに置くか。これはちょっと飾ろうかなって思ってたんだけどね。これ、あれだよね。夏ん時って、なんか銀だったんだよね。銀の釣りトロフィーしかもらえなくて。はぁ。ちょっと邪魔だからね。金の釣りトロフィー。ああ、ちょっと見にくいな。ここに置くか。おー、あーすごいいいね。なんかね、6月にやってた夏の釣り大会では銀のトロフィーがもらえて冬の釣り大会では金のトロフィーがもらえるらしいのね。すごい立派だね。まあでも優勝してないしね俺できなかったね冬の釣り大会では優勝マジか。あれでも村長からもらうんだっけ。銀の釣りトロフィーもそうだった、そうだった気もしてきたな。なんかでかい声出したら疲れちゃった疲れちゃったんだけど。じゃあ手紙書いて11月もまあ行事イベント全部終わりですもんね、これでね。11月の総括の手紙を書きますか。この言葉しか出てこないマール様へ参りましたこれはあなたがお持ちください。譲ろう、この金のトロフィーを。俺が持つべきじゃない、これは。マールにあげて、せっかくなんか59センチで、まさか勝てるとは思わなかったけど、勝てちゃったんだよね、的な、煽りの手紙を書くつもりだったのにな。一応書くか、他の参加者たちにも。なんかネガティブな言葉しか出てこない桜島さんへ。俺はマールに負けた男だ。敗北者と笑えばいいさ。お前もだしなダメだ、なんかもう文字をギチギチに詰める気力もないよ。2通でいいや今日はもうちょっとサラちゃんにはいいや。出す。じゃあ、レターサービスもね、やろうと思うんですけど。俺、あれなんだね。パンプキングは使ったけど、ラッキーくんはまだ使ってなかったんだな。微妙にタイミングがなんか、あれだったんだっけちょっと思い出せないけど。11月のね、行事イベントとしては、ハーベストフェスティバルあったんで、フランクリンさんのカードあればね、使いたいとこなんですけど、フランクリンさんだけないんなんでだろうな。大体のね、キャラクターのカードあるんですけどね。ちょっと、なんだろうなっていう感じはありますけど。なので、まあ、その期間中に呼んでいた、リード枠の子。まずはラッキーくんだね。ラッキーくんを使います。うん。あと続いて、とめちゃんもね、次回から切り替わりになると思うので、ここで使っておきましょう。よいしょ。
うん、まあこの2つかな、この2つですよね。よっしゃ、見に行くか。いやーなんかこっちの想定をいつも超えてくるな。あー、いっぱいになっちゃった。不要なやつを整理しました。たぬきちか、独占家具ね。これもいらんやつだな。今使ったレターサービスでとめちゃんとラッキーがね手紙をくれたのと、あと母から2通来てました。これも読みますか。母ね、稲葉場へ、家の前、あなたに似た子が走り去り遠ざかる姿見送りました。あなたのはずないのにね。はあ、はあ、ちょっと感傷的になってんな。秋っていうかもう冬にね入ってますからね。母もちょっとおセンチになっている季節なのかもしれない。稲葉場へ、夕食のおかずは何にしようかと悩んだ時はあなたの好物。母母の愛を感じるな。なんか得意料理だもの、母より。いいお母さんだね。もう顔はわかんないですけどね、このゲームの母はね。ありがとう、母。じゃあ、とめちゃんとラッキー。まあ、順番通りラッキーからいきますかね。ラッキーくん。あー。これ、なんていう便箋だっけな。なんか、ズバリエジプトな感じともまた違う気はしますけどね。まあ、似合っているか。自由な稲葉場くんへ。僕さ、ファイヤーダンスを見てみたいんだ。急だね、なんか。でも行ったら、係の人に止められるだろうな。包帯に燃え移ったらいけないって。止められちゃうんだろうな。残念だな、ラッキー。まあ、レターサービスの手紙はやっぱその、住民ごとにね、完全にオリジナルの文面ですもんね。まあ、包帯巻いてるからね。悩みなんだろうな。ファイヤーダンスが見れないのかな。俺がね、できればね、ファイヤーダンス見せてあげられるんだけどね。ちょっとまだな、E プラスの時点ではファイヤーダンスはできないはずなんでね。残念ですね、見せてあげたかった。じゃプレゼント見てみようか。プレゼントは、おお、惜しい惜しいね。盆栽かぶっちゃったか。梅もどきは、桜島かな。桜島と被っちゃった気がしますね。盆栽シリーズ多いからね。あーでもこれはちょっと飾っておきたい気もするけどな。じゃあとめちゃんもなんか盆栽かもしれないよね。っていうかラッキーなんで盆栽なんだろう。なんでなのかっていうのはありますけど、もっとエジプトチックなね家具をくれればいいのに。あんまないか。とめさんは、あーやっぱこの便箋ですかね。似合うね。ストイックな稲葉場さんへ。この前の日曜日、カフェでレモンティーを飲んだ後、ついていたレモンまでしゃぶっていたら、かわいいね。友達に大笑いされちゃいました。あー、でももったいないですよね。節約家のトメより。あー、トメちゃんは節約家。まあ、公式的にもね、そういうイメージがあるということですかね。みんなでカフェに行ったのかな。誘ってくれればいいのにね。俺、レモンティーはね、そんな飲まないんですけど。まあ気持ちはわかるよな。じゃあプレゼントは何かな。あー盆栽ではないけど、まあとめちゃんっぽくはあるかね。なんか自分で服作ったりするんだろうな。っていうか今着ているあのデフォ服のやつも自分で作ったやつなのかもしれない。古いミシンにもね、さまざまな思い出がある家具ではありますけどね。だいぶ昔の話ですが。あと、梅もどき。うん、これもいいやつですよね。この辺置いとくか、じゃあ。ミシンも置いとく？スペースあるしね。いやー、釣り大会は疲れるね。毎度のことながらね。とりあえず今回はここまでにします。ここでマール来たりしてどうかな。さすがにそれはできすぎだけどな。ドキドキすんね。
あ、ジェーンさんでした。終わりにします。次からは12月だなぁ。うっぽし村も12月ですか。まあ、早いような。そんなでもないような。微妙な気持ちですね。お疲れ様でした。また遊びましょうね。